さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気です。元気です。本当に元気。今日は落ち着いてますね。はい、今日は落ち着きますんでね。さあ最近不動産投資をしたいという方は増加傾向にあると思うんですけれども、ミシェルさんもやっぱり興味ありますか。不動産投資、それはやってみたいなっていうふうに思うけど、でもプロにはなれないでしょう。専門家っていうやっぱり勉強が必要じゃないですか。ですね、知識が本当に幅広いですね。幅広いと思うな。まあ、やってみたいけど自信がないなという方、ミシェルさんのように多いと思うんです、はい、ということで今回はそういう自信がない方でも自立した個人投資家に成長をさせてくれる、こんな企業様です。やってみたい。2020年に開幕する東京オリンピックを前に、国策として30兆円への拡大が掲げられるなど、今多くの注目を集めているのが不動産投資市場。常に私たちが必要とする住まいだからこそ、不動産の持つ価値は高まり続けている。そんな時代に不動産投資のプロフェッショナルとして人々を成功へと誘う男がここにいる。株式会社不動産科学研究所代表取締役小原雅紀。2016年設立、新進気鋭の企業として不動産投資に関する総合的なコンサルティングを行う不動産科学研究所では、現状の把握から将来の予測まで専門的な知識と経験で全国の投資家たちをサポートし続けている。今回は小原雅紀をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。今やっぱり投資される方増えてられるんですか。そうですね、この 2,3 年はやはりちょっとブームみたいなところはあってですね、去年ぐらいが去年の前半ぐらいですかね、ピークで、で金融機関もマイナス金利の影響もあって貸し出し先を探している中で、やっぱり不動産賃貸業に対する融資っていうのはやりやすいんですね。なので金融機関が融資を積極的にしていたっていうこともあって、個人の普通のサラリーマンの方だったりとかっていうのも不動産を買って融資を受けて買うっていうのがすごく増えてはいますね。でただその影響で個人の方が買えてしまうので半ばですね、なので本来買ってはいけない物件も融資がついて買えてしまうっていう状況もあるので、そこは気をつけなきゃいけないところだと思いますね。そういったところでお手伝いができればなというふうに思ってます。なるほどね。続いて現在不動産科学研究所の代表を務める小原だが、会社設立に至るまでどのような道を歩んできたのか、改めて振り返ってもらうことに。不動産科学研究所様を設立されたのが、2016年、そうですね、伺ってるんですけど、その前はどんなことをされてたんですか。その前からずっと不動産投資の業界にいまして、その直前はゴールドマンサックスっていう投資銀行の中の、不動産ファンドを運用している部署にいまして、そこで不動産を買うっていう仕事をやってました。不動産を買う。はい、そうですね。不動産ファンドっていうと上場しているリートっていうのがありますけれども、はい、ああいうやつですね。でゴールドマンサックスの機関ファンドでシボリートっていうのがあってですね、そこが私がいた当時で1000億ぐらいの投資規模でやってたんですけども、はい、そこに対して、小さいもので10億から大きいもので、そうですね、数十億から100億ぐらいの物件をこう買ってきて、そのファンドに納めるっていう仕事をやってました。そういった経歴をこう経て、なぜ今の会社を設立するところまで至ったんでしょう。はいはい、そうですね、なんて言うんでしょう、最初から独立心っていうのあったとは思うんですけれど、タイミングですかね。前の会社にいた当時に独立する措置を作って、でいろんなタイミングが重なってこれはいけるなと思って独立をしたっていうのはありますね。であとは私自身が個人でも不動産を買っ
ていたんですね、勤めてる当時から。でそうすると、まあ、プロとアマチュアって言ったらおこがましいんですけれど、そういう投資銀行だったりファンドだったりっていうところで使われている不動産投資 の、 スキルというかノウハウというか、そういったものと差がすごくあったんですよね。もう自分で感じられるわけですよね。だったらそこに対して自分が提供できるサービスって何かあるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのはありますね。さあ今新しく展開される予定のサービスを教えてほしいです。はい、先ほどからちょっとずつ申し上げたそのシステム開発っていうのがそれなんですけれども、はい、なるほど。ということで今回は小原が新たにスタートさせたワンクリックでいい物件を見分けられる画期的なサービスを実演してもらうことに。こちらなんですけれども、はい、インベスターズゲートっていうウェブ上で使える、ツールというかアプリというかそんなものになってまして、はい、ですね、何をやるかというと、例えばこういうサイトあるんですね、収益物件のポータルサイトです、はい、でこの中で、物件の詳細ページってのはこうやってありまして、うん、こうやって価格があって表面利回りっていうのがあるんですけども、それが何かっていうと、満室になった時に、年間で入ってくる賃料の収入ですね、はい、その数字が、この価格に対して利回りどれぐらいかっていう数字は出てるんですけど、ただそれって収入、総収入に対してなので、そこから費用が出てったり、あと返済があったりで、実際に手元にいくら残るのかっていうのがパッと見では分からない。経費も全部出て、はい、ね、使った後の、はい、ですけど、この不動産投資家って言われてる人たちはこの表面利回りで判断をすることが一般的なんですけれども、僕はそれだと不十分だと思ってまして、はい、でそれを URL をコピーして、でこのアプリの方に貼り付けてシミュレーションすると、さっきの表面利回りというのはこれなんですけれども、実際のキャッシュフローで見るとこの物件でいうとマイナス280万円はで、キャッシュフロー率っていう判定をしてるんですけど、これ D、 これ DD だとまあダメっていう、 ABCD、はい、そうですね、ランクなんですね、はい、ですね。で、そこまで具体的に、はい、じゃあいい物件ってあるんですかっていうと、例えばこの物件っていうと、そうですね、まあ、表面利回りも高いのでなんか良さそうっていうのはあるんですけど、あとはまあ築年数も25年なので、でこれで実際投資をするとどれぐらい手元に残るのかっていうと、これで言うと4400万円の物件に対して80万円ぐらい年間手元に残る、で判定でいうと、まあ、ABC で A が一番いいんですけど、まあ、B ランクなので、まあ、検討していいかな、なるほど、っていうのがパッと分かるっていう、そこまで出してあげてる、はい、優しい、そうですね、これワンクリックで出るの で、ね、はい、でワンクリックで出した後もまあ、シミュレーションのグラフとかも出てるんですけど、この辺のローンとか収益とか費用とかの各項目の数字をこういじることができるので、自分のなんて言うんでしょう、一つ一つの物件に対してこれ出したらいいですか。はい、これができます。うわーすごい。これ AI の機能が搭載されてるんですか。 AI っていうよりはパターン認識ですね。この場合はこうっていうパターン認識をしてるっていうサイトで、ゆくゆくはそういう事例がデータが溜まっていけば AI でのっていうこともできていくんだと思うんですけど、要はコンピューターのあれか、自然に、なるほどね、そうですね、そういうことなんだ、AI なんだ。ここまで踏み込んだ数字が見られると具体的に、ね、見えてきますよね。そうですね、特徴としてはこの費用のところをかなり厳しめに見ているので、大体のシミュレーションっていうと固定費用しか見てないんですけども、固定資産税、都市計画税とか、このシミュレーションは修繕費だったりとか、あと募集にかかる費用だったりとか、細かいんだ。そうですね、その辺まで細かく査定できるようになっているので、これは具
ね、現実的にかかるものをできるだけ多く乗せてほしい心理ですもん ね、こちらとしては後から来るよりも、はい、安心だよね、うん、そうですね、すごく固めに見てるのでこれでいい判定出れば、あの結構いい投資だと思います。なるほど、ありがとうございます。今のが今現在リリースしているサービスなんですけども、はい、今さらに作り込んでいるものがありまして、はい、今のシステムだと自分でサイト見に行って URL 取ってきて、うん、でシミュレーションするっていうものだったんですけど、はい、今作っているのが自動でこう URL 取ってきてで自動収集してで自動判定してでいいやつだけお知らせしてくれるっていうで、しかも投資家さんによってご自身が住んでる場所だったり使える金融機関だったりによって投資できるエリアだったり物件の特性だったりとは違うんですね。そこもカスタマイズした上でその投資家さんにとっていい物件だけをプッシュでお知らせするようなシステムを今作っているところなので、できるんですかそれ、はい、今頑張って作っているところです。はあ。投資家へのサポートに尽力する小原だが、不動産投資の現状についてはどのように感じているのか、詳しく話を聞いてみた。実際いろんなお客さんとご一緒してると思うんですけれども、はいはい、実際に個人の投資家の方ってかなりお困りなんですか？はい、もう普通に固有名詞とかも出てニュースにもなってるんですけど、シェアハウスの投資で失敗しちゃってる人っていうのはいらっしゃって、賃料の設定が高すぎるんですね、あの商品って。でそれなんでなのっていうの話聞いたんですけれども、なんかいろいろ言ってたんですけど、それって不動産投資としてはどうなんだろうっていうのがあって断ったっていう経緯があったんですね。それが2年前とかですかね、もうちょっと前か3年前ぐらいですかね。でその時に同じように多分案内をされて、うん、で買ってしまった方っていうのがもう賃料保証30年しますって言ってたのがもうパタッと止まっちゃって、今一切賃料払われてない状態らしいんですね。やっぱりそれって不動産投資として無理があったから管理会社としても持ちこたえられなくって、そういう事態になってしまってると思うんですけれど、うん、まあ、一番は入り口でしっかり判断をするっていうのが一番の手段だと思うので、そこに対して何かお手伝いができればなっていうふうに思ってます。働き方改革に関するご本も出版されてるんですよね、はいはい、日本人ってすごく勤勉だって言われるじゃないですか。その国民性っていうのは素晴らしいと思うんですけれど、一方で自分の仕事に対して生きがいやりがいを感じているかっていうアンケートを取ると結構低いんですよね、国際的に。僕自身は不動産投資っていう領域で自分の何て言うんでしょう、専門性も活かせてますし、そういったところに生きがいやりがい感じて働けているので、なんかそういう状態で皆さんにいていただくのがこう世の中としてすごいいい世の中になるというふうに思っているので、まあ、そこに対して不動産投資っていう自分の本業以外の収入があることによって、自分の一番やりたいことに対してより専念できるんじゃないかなっていうふうに、そういうつなぎで働き方、そうですね、改革、そうですね、挑戦を続け次の世代を開拓する小原正則。そんな男が胸に刻んだ格言とは。これ私のですね、ビジネスパートナーが口にした僕は名言だと思ってるんですけど、その方が言った言葉ですね、私は絶対に負けないんですと、なぜなら勝つまでやるからですっていう。まあ確かに勝つまでやれば負けませんから、はい、ずっとやり続けるってことですもんね。ありがとうございますね。その意気込みで会社としてやっていきたいと思っています、はい、我々素人がね、失敗する投資家が増えないように、いつまでも我々のサポート役で、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。